あ、これだ。これですね。桐山の大杉、かっこいい。はい、おはようございます。流行語フラッシュです。ようやく何回目かな。5回目か6回目の朝釣りということで。もっと行ってるか。今日は、また愛知県の行ったことないところシリーズで、なんて言ったかな、大杉を見に行くんですよ。大杉なんか興味あるなと思って、行ったことないところだなと思って行ってみます。今日はね、本当にあのナビ見ずに行けそうなところですよ。たまにね、やっぱナビがないと分かんないところあるんですよね。あのどの道かとかね、ちょっとっさの判断ができない時があったりとかするので、あのダメだね、止まる習慣っていうのかな、止まる勇気っていうのかな。あのなかなか走ってるとさ、こう止めたくないじゃん。止まるとなんか損するような気がしたりとか、なんかね、そういうどういう心理なんだろうね。事前にちゃんと止まって確認する作業、これが必要ですね、やっぱりね。それしないと、こうやっぱり急に、あ、やっぱり左だったとか、やっぱり右だったとかいうことが起きて、まあ事故のもとですよね。うん、そんな風かな、そんなことかな。まあそれもまた一つの学びですね。ようやく山が見えてきた。遠かったね、ここまで。結構愛知県ってさ、こう東に長いんですよね。東に長いというかでかいんですよね。というか名古屋っていうのが愛知県の中でもあの西の方にあるんですよね。だから特にその中でもうち自宅がね、その名古屋でも西の方にあるので、まあどっちかっていうと愛知県の西の果てに住んでるので、広い愛知県って言ったってこう東側はねあんまり来たことがないんですよね。だから行ったことのない愛知県っていうシリーズをやってんだけどね、全然そういう意味ではね、やっぱり行ったことないとこ多いですよね。どうしても行ったところに繰り返し行きがちだけど、そうじゃないなっていう。まあいいじゃないですか、こういうところにこういうものがあるっていうねことをね、知っておくだけでもいいかなと思っているんですね。あ、ここだな。これが301号線になるんだな。これを直進しようということですね。はい、これを直進すると301号線になります。すごいね。あら、あれトヨタスタジアムか、かっこいい。ああ、ここね、昔あの J リーグが開幕した頃さ、もう大昔だけど、ここへ見に来たんだっけかな。すごいねこれね、さすがトヨタって感じだね。ちょっとどっか一回止めないと、今どんな辺にいるか分かんない。ここは松平市発祥の地だって。あ、へえ、松平市発祥の地なんだ。松平郷っていうんだね。松平っていうことは、あの徳川家康だよね。いいね、このエンジン音じゃない、排気音、ドドドドドドっていう。登ってる、結構登ってる。なんか下がさ、ウェットな感じで怖い。
引き峠怖いね。峠道怖いわ。まだまだだもんね、こうバイクはね、本当に操れないよ俺。でもそう、最近ようやくね、このなんていうの、ニーグリップとそのくるぶしのグリップっていうのがね、少し分かってきたんですよね。まあ、コーナリングなんかはこう、もうハンドルじゃなくて体でも倒し込めないので、そのニーグリップでこう倒し込む感じがね、ようやく分かってきた。だからすごくね、最近はあのこうカーブも運転しやすくなったんですけど、あのスクーターの頃は本当にそれはできなかったんだな、あれ。だから下手くそだなと思ってたけど、こうカーブが曲がれなかったんですよね。だから、ようやくそのバイクらしい乗り方が最近はできるようになって今まで何をやってたんかなって思っちゃうね。はい、まもなくかな、ここが、これを曲がるのかな、あ、違うな、300m って過ぎたと思うんだけど、そんな分かんない、分かりにくい看板なの。行き過ぎてる。戻ります。200m 左折、さっきの狭い道を入っていくんだね。あれは気がつかんと思うけど、これだよ、これこれ、よいしょ。あ、危ない。山はね、気をつけないといけないよこれ。この落ち葉が怖いですよね。落ち葉が滑るからさ、これは車ではちょっと入ってくるの嫌なんだとかね。うわー怖い、うわー怖い。なんだよここ、船の家があるぞ。この辺のようなんですが、あー、えらい坂。あ、これだ、これですね。はい、到着しました。桐山の大杉、かっこいい、すごいねこれ。天然記念物桐山の大杉ですよ。すごいね、ちょっと下がってみよう。すごいねこれ。
と iPhone で写真撮っとこう。この大きさがわかるよね。推定1000年。いやー、これは立派だな。これすごいね。これは1000年か。樹齢推定1000年だって。周りが12メートルあるそうですよ。すごいねこれ。ちょっと周り一周回ってみようか。この角度はいくだね。枝があんまりなくて、この角度。はい。というわけでありがとうございました。多すぎ。いや、いいものを見せてもらいましたね。はい、ありがとうございます。ちょっとモミジもすごい綺麗ですね。すっごい綺麗だね。まあこれで今年のもみじ狩りはいいな。さあ帰ろう帰ろうじゃねえ、行こう。エンジンかかるかな。それが心配なんだよね。よし、かかった。何だったんだろうねあれ。ちょっと U ターンできる場所がないんだけど。これね、観光ガイドに載ってなかった、てかツーリングマップに載ってなかったからさ、穴場だよねこれ。でも Google マップには出てたよ。ちょっとね、道が苔むしてて少し怖いんで、お越しになるときは気をつけて滑らないように来てください。私も滑りそう。怖いわここ。怖い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 。こういう落ち葉がすごくこうしてて、濡れ落ち葉みたいな感じになってるんで、あんまりね人が入ってないみたいだから、まっ散らされてないんだよね。はい、気をつけて。対向車来ないで。さっき見落とした、これ入り口に看板も何もないからね。ここはでも見ものですよね。はい、これ。いやー、よかったな。もうお腹いっぱいだわ。桐山の大杉でしたね。千年の樹齢っていうからすごいですね。やっぱり自然はすごいですね。ちょっと感動しますね、ああいうのはね。これ人の手で作ったもんじゃないっていうね、人の手で守ったものなんだろうけど、人の手でね作ったものではないっていう素晴らしさがありますね。ああ、ちょっと日が出てきた。
杉はすごかったね。いや、あんな杉見たのはやっぱ初めてですよ。よく屋久杉っていうテレビでとか写真で見ることはあるけど、屋久島の杉ね、あれ見てこう感動するっていうけど、まあちょっとよく分かんなかったけど、やっぱ実物見てみないと分かんないね。やっぱり感じるものがありますよ。千年って言ったら何、鎌倉時代かな。ちょっと狭い山の中入ってきちゃった。途中からこの狭い道になるんでね、この301 隣に渓流がずっと流れてるので、綺麗な 川ですね。これは何川になるのかな、矢作川の源流になるのかな。下上に岡崎へ流れてくる。眩しい。またそういう時間帯になってきたか。はい、ということで今日はですね、霧山の大杉をね見に行きました。いや、よかったね。本当に何、ちょっと久しぶりに心が現れる感じした。その自然の凄さっていうかっていうのね、なんかテレビ番組みたいだけどさ、いやマジ良かった。やっぱりね、いや皆さんの周りにもいっぱいあると思うわ、行ったことないところ。ちょっとこう別にバイクじゃなくてもいいと思うので、ね、車でも出かけてみるのもいいかと思いますよ。はい、霧山の大杉ね、ここは別におすすめポイントでもなんでもないけど、まあ行く機会があればね、一回覗いておくといいと思った。と思ってね、愛知県にあんなものがあるんだなっていうふうに思いましたね。で、この後暗がり渓谷ちょっと寄ってからね帰ります。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもね元ブログ頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、以上自由工房フラッチでした。ゆうごさん、さよなら。いやー、よかったな、本当によかった。もうなんかね、こう心現れるってああいう感じだよね。ちょっと言葉がなかったの。さよなら。